フィリピンにおける死刑では、フィリピン共和国における死刑について解説する。なお、死刑制度は2006年6月24日に廃止された。1901年にフィリピンで行われた鉄管公死刑の様子。反逆罪と軍隊犯罪には銃殺刑、一般犯罪にはスペインと同じ鉄管公死刑が執行されていた。 ホセリサールがスペイン政府によって1896年12月30日の朝に銃殺執行隊によって処刑された。1926年にアメリカから電気椅子が導入される。フェルディナンド・マルコス大統領の独裁政治の中で麻薬密売は銃殺刑になった。麻薬密売人リム・セングの死刑がテレビで全国放送された。 1976年に電気椅子が使用停止になると重殺刑が唯一の執行方法となった。1986年にフェルディナンド・マルコスが追放された後、新しく起訴された憲法は一部の特定犯罪を除いて死刑を禁止した。それは実質的に死刑が廃止されたことを意味していた。しかし、フィデルラモス政権の下で死刑制度は復活した。 フィデルラモス政権下での死刑復活。フィデルラモス大統領は、クーデター未遂が相次いだ困難な時局を乗り切るため死刑を復活させた。1976に電気椅子が廃止されると、ガス室による死刑執行を行い、ジョセフ・エストラーダ政権時代には、虐殺刑に変更された。ジョセフ・エストラーダ大統領が2000年11月13日に、 弾劾されると死刑執行は停止され、モラトリアム状態に入った。グロリア・アロヨ政権下での廃止2006年4月15日2230人の死刑囚の刑が終身刑に減刑された。アムネスティ・インターナショナルは死刑宣告の過去最大の交換であると発表した。2006年6月24日に死刑を廃止する共和国法ナンバー9346が 可決されグロリア・アロヨ大統領によって署名され、正式に死刑制度が廃止された。2016年の大統領選挙にて、ゼンダバオ市長ロドリゴ・ドゥテルテは死刑制度復活を政策の一つに挙げていた。大統領選で勝利したドゥテルテは、犯罪者どもの死体をマニラ湾に投棄すると制約した。2016年12月、特定の 凶悪犯罪に対する死刑を再導入する法案が会員に提出され委員会の審査を通った。法案は2017年の2月に会員において可決された。しかし2017年4月上院においては票が足りず法案は否決された。2017年に行われた調査ではフィリピン国民の67%が死刑制度復活を支持している。 2019年7月、上院議員のマニー・パッキャオ及びボンゴーラにより、国会第18回期の開始に先立って、死刑復活を求める法案が上院に提出された。スペイン植民地時代には、スペインと同じ方式が採用され、アメリカ植民地時代から独立後は、アメリカ方式を採用している。そのため、アメリカ以外の国としては、唯一の電気主採用国と言われている。 ありがとうございます。